アロ78です。こちら今映ってるのはちょっと前の動画なんですけど、今までずっとまあセパレーターで仕切ってシルバーアロマナとアジュアアロマナを隔ててたんですけれども、いやようやくね前回の動画でセパレーターを取って公演を始めました。今映ってるのは前回の動画の一部ですよ。でワームとか与えて、まあねこれからねアジュアアロマナとこのアルビノシルバーアロマナが公演うまくいくかななんてね、そっからどうなるでしょうかなんて言ってたんですけど、今回の動画ではその後の動画をお送りいたします。果たしてどうなったでしょうか。どうぞ。大型魚アクアリウムアロ78チャンネル、淡水。はい、というわけで、あれセパレーターが、あれこれ前回の動画じゃないのなんて思っちゃった方いるかもしれないんですけど、実はこれあれから10日後ぐらいになります。なんとですね、ボロボロのボコボコにいじめられてしまいましてですね、今ちょっとあの右側の鱗ちょっとただれてるようにちょっと剥がれちゃったんですけれども、まああの見てないところで相当なのいじめられちゃって、もうちょっとね早く隔離してもよかったかなと思ったんですけど、まだねちょっと今上力のパワーバランス全然及ばなかったみたいで、一方的にただただねいじめられちゃいました。というわけでもう一回セパレーターをして、今ね療養中のシルバーアロマナですね。まあよくねシルバーアロマナとアジュアアロマナがまあよく混泳してるって話はね前からすごいよく見たり聞いたりしてるんですけども、まあね最初はどうしてもまあ、アジュアアロマナメインで飼ってる方がもう大半だと思うんですけど、でシルバーアロマナ入れる理由としてはアジュアアロマナをね、まあ、活性化させる、活性を上げる、まあ、ブイブイ言わせて、まあ、餌などたくさん食べさせたりとか気を強くして気分よく覇王色の覇気を出させて泳がせるみたいなね、そんな感じかなと思うんですけど、で最初結構やっぱね話聞いたりするとシルバーアロマナね弱い感じで入れてるんで、最初はあの水槽の下で結構じっとしたりとかそういう感じなんですけど、いずれねシルバーアロマナが皆さん大きくなってまあ大体放出していくってパターンが多いですよ。結論、まあそんなパターンもまあだけじゃないですけどね、まあ、そんなパターンもあるよって話なんですけど、まあ、とりあえず餌を与えながらちょっとダラダラと語っていきたいと思いますが、まあよかったら見てってください。でまあね、まあ、こうやって、まあ、またね、セパレーターで隔ててるんですけど、まあ、相変わらず、とりあえずビッグカーニバルを与えています。まあ、ビッグカーニバルを与えていれば栄養の面ではね、問題ないかなって思うんですけどね、まあ、ちゃんと、怪我はしてるますけども、まあ、致命傷には至らずね、こうやって餌食べてくれてよかったなって思ってます。で、まあ、そうそう。まあ、よくね、本当アロマナ愛好家の方ともね、連絡してね、聞いたりすると、最初はねシルバーアロマナがアジュアアロマナにいじめられて隅っこでじっとしたりとかね、そんなことがあるんですけども、だんだんシルバーアロマナが強くなっていって、もう気づいたらねアジュアアロマナもヒレが裂けたりとかしてって、で本当もうねシルバーアロマナってめちゃくちゃでかくなるんですよ。その前の動画でもちょっとね言ったらね、誰かが動画貼ってくれたんですけども、そうそう、なんかねウサギみたいな、なんか子ネズミみたいな、かなりでかいのを、もうほんと1メートルとかになるんですよね。そうそう、シルバーアロマナって、まあ、うちのはまだほんとまだ50センチ弱ぐらいなんですけど、そう50センチ弱とね1メートルの差って、多分体格差で比べたら多分20匹分ぐらい違うのかな、もっと違うのかもしれないですけど、まあ、そんくらいでかくなって、まあ、うちの180センチの水槽じゃそんなでかくならないと思うんですけれどもね、はい、まあ、1メートルにもなったらアジュアアロマナもボコボコにされてしまうだろうなって言って、まあ、今後の先のことはね、まあ、よくわかんないんですけど、とりあえずまだ、しばらくキープして勝っていきたいなとは思ってます。まあ、様子見てっすね。まあ、どうなるかちょっとわかんないですけど、とりあえずまあ、まあね、この子の先まだまだ自分は見ていきたいなと思ってるんで、まあ、勝ってきたらなって思ってます。まあ、もうちょっとしたらもう一回ね、混泳しようかなって思ってるんですけれども、まだやっぱりね早いかなと思って、これ4月半ばくらいの動画かな。でまあちょっとなかなかねちょっと
シルバーアロワの一匹でうまくいかないかなっていう気がしてるんで、ちょっとね作戦というかまた新しい作戦をちょっと今練ってるところです。まあ、最終的にはちょっとね、今までちょっとすごい落ち着いた感じの水槽かな、アジアアロワの1匹とダトニョウ2匹と底面にポリプが数匹泳ぐみたいな感じが、まあ割と落ち着いた感じの水槽だったと思うんですけど、ちょっとねもう一回大根泳っていうのがちょっとやりたくて、いろんな魚種を混ぜた大根泳っていうのがやりたくて、今まだ全然まあ準備できてないんですけどね、まあ何年後かの話ですよ。何年後かにいろいろね準備ができたらね、時間もお金もいろいろ準備ができたら、何年後かにまた大根泳っていうのがやりたいなと思ってるんで、まあそういうビジョンは一応あるんですけど、やっぱ無理だなと思ったらね、また落ち着いた感じになるかもしれないですけど、まあアクアリウムはね、ちょっとまあそんなこと言って、なんかまた魚を買ってなんとかだとかね言う人もまあいるんですけど、もうすでに買っちゃってるし、まあもうアクアリウムっていう、もう趣味でやってると自分は思ってるんで、まあ魚ね買うっていうのはまあちょっととりあえずどうなるか分かんないですけど、まあまたねちょっとまあシルバーアロワの報告してまたね混泳したいと思ってます。ナンソルギーがめっちゃ前に出てくる。このナンソルギー結構かっこよくないですか。昔4年くらい前かな、思い出話になっちゃうんですけど、その時自分ね、まあもっと前か、5、6年前かな、もうだいぶ前なんですけど、ピスケスさんでね購入したんですけど、当時なんかめちゃめちゃかっこいいエンドリとか入ってきて、そこに一緒にアンソル何匹か入ってきたんですけど、その時ね最初買ってた52センチくらいかな、それで買って1週間か2週間とかね、ちょっともうすぐどんどんでかくなっちゃったんですけど、まあそこからあんま伸びなかったんですけど結局、まあその後まあいろいろ何匹かアンソルギーとかポリポンめっちゃ買ったんですけど、でめっちゃ放出して、でもなんかその時にね自分ブラック企業に勤めてて、もうその時の生きがいがもう魚を買うことだけだったんですよ。休みの日になったら、週1日だったかな休み、そんぐらいだったかもしれないんですけど、休みの日になったら魚が届いて水槽に入れてみたいな、すごい大変だったんですけども、家にいる時間もねほんと少なかったんですけど、ただねもうそのホームページの更新を見て、ピスケスさんにすぐ電話して、この何番いますかみたいな感じで、もうすぐチェックしてすぐ電話して買いたいって思ってた時期で、その時すごい魚ハマってたっていうか、いろんなポリプ買ってたんですけど、その時のねなんか思い出じゃない、思い出っていうか、なんかその時のなんか一匹として取っときたいなと思って取っといたのがこのアンソルギーですねっていう、なんか全然関係ない思い出話しちゃったんですけど、まあこの魚はあの時買った魚だなとかね、みんなもこれ誰にもらった魚だとか、なんかいろんな思い出とかあると思うんですけど、まあそんなこと言ってもね、まあ自分ももちろんこの魚すごい大事だけどね、売ればお金になるから、今お金に困ってるから売っちゃったとかね、そういうことも全然ありますけどね、ありますけど、まあこの魚思い出だとかあるしね。でちなみに今ねもうブイブイもうめっちゃもうワーム食べたくてしょうがなくて、もうねアジアアロワの化石金流がもうセパレーターをねこうやって泳がしてるんですけどね、ちゃんと後ほどねこの後右側にワーム100匹ドバッて入れてみたっていうね動画撮影してるんで、もっと先に上がってるかこっちの方が後かちょっと全然わかんないですけど、よかったら見てみてください。まあでもやっぱポリプって話あっち行ったりこっち行っちゃったりして申し訳ないんですけど、やっぱねポリプって俺すごい、まあ一回ハマってすごい好きになったんですけど、一匹買うとねほんと止まんなくなっちゃって、しかもね、今の入ってくる最近入ってくるポリプってでかいしかっこいいじゃないですか。なんか昔結構ちっちゃめのポリプが輸入されてたイメージだったんですよね。 10年くらい前かな、わかんないですけど、いやまあでかあんまで、でもなんか最近めちゃめちゃ60センチ級のクラスのポリプがすごい入ってきてる気もするし、あとね顔つきが何よりかっこいいかなってすごい思います。なんか今回シルバーアロワナの動画のはずだったんですけど、昔話に突然花が咲いてしまって、今映ってるの2014年のうちの水槽なんですけども、まあ今よりねこれでもポリプねだいぶ減らした後なんですけど、ね、ギニアエンドリケリーとかねいたり、あとダトニオがこの時まだいっぱいいましたね。なんか画像隠ついた、あそう水流も流したんですか、もうすごい、そうこの時の餌はサキヒカリかな、多分サキヒカリですね、多分ね。乙姫だとねすごい水汚れちゃったんで先光だと思います。はい、てな感じでね、今よりこれでも絞った方なんですけど、今よりもね
エンドリケリーいっぱい飼ってたし、水槽に水流がついているっていう、なんで水流つけたんだろう、ちょっとあんまりよくわかんないんですけど、なんで当時水流つけたかもう覚えてないんですよね。そういえば、はい、というわけでまたちょっと昔話もいっぱい語りたいなって思ってます。というわけで長くなっちゃったのでこの辺ですいません。今回も見ていただきありがとうございました。アロ78でした。またよろしくお願いします。